さっき大丈夫考えてた。イエーイ。一度もやったことのないモノマネを披露。知らねえよ。バイキンマン。ハイフヘホー。バイバイキー。ナポーさんすいません。寺島拓磨、葉山翔太のセーフプレー。はーい、皆さんみんな乗ってくれて。いやもう先輩ついていきましょう。素晴らしい。どこまでもついていきます。というわけで、はい、今回はですね、スティッキーをやっていきたいと思います。スティッキーお決まりだけは。いいハモリですね。やはり何ですかスティッキーって。僕たちが今回挑戦するのはスティッキー。サイコロを転がして指定された色の棒を束が倒れないように抜き取るゲーム。そして棒には番号が振ってあって特別な指令に従わなければならないんです。怖いですね。でも先輩方には負けません。これって全部に振ってあるの。振ってない場合もあるみたいです。よしよし、振ってないの。やっていきましょうか。やっていきましょう。アクセルじゃんけんじゃんけんぽん。いきましょう。ではでは、青色いきますね。青がここで倒したら、これで崩れたらもう終わりでしょ。終わりです。やった。そんな一発目で崩すわけないじゃないですか。このこれじゃない。これいや、指名したり、まあね、悪い先輩だな。いきなりどんどん抜いちゃうの。あー、もうそれダメだな。あー、もうおしまいだ。あ、だいぶ余裕ですね。余裕だ。余裕なんだ。結構いい。お、ラッキー書いてないです。ダメだよ。ダメ、よくないぞ、そういうの。先輩にやっぱりこう一番最初のミス棒を譲っていくスタイルっていうのを僕は持っているので。謙虚だ。そんなの必要ねえよ。続けて水島さん、どうぞどうぞ。これで青とか出ると困るんで。赤色。赤。あ、絶対大丈夫そうなやつをいきますよ。取ったらだって引いたら取ったら。あ、え、そう、え、大丈夫な気がします。よし。で、番号がじゃーん。あった。何番ですか。2番です。2番。いい声であなたの座右の銘を教えてください。水島さんの座右の銘何でしょう。長い。目標じゃない。人生の目標です。必要ですね。長生きしたいですね。危ねえ。崩しそうだった。崩しても終わったからね。危なかった。じゃあさっき大久さんがやってた。1なんですか。1番はですね、一度もやったことのないモノマネを披露。知らねえよ。出たー。バイキンマン。なるほどなるほど。バイキンマン。いきますか。いきます。はい、では寺島さんでバイキンマンどうぞ。ハイフヘホー。バイバイキー。中尾さんすいません。おお、意外と意外と本当意外と意外とがなり方というか、うん、この2加減と滑り加減がすごい説明できる。早くやれよ次。ナイス。この辺これで転がすよ。いやいやいや、倒したらこれ絶対全部やれとか言いますよね。何回それ何回分あるんですか。めちゃめちゃいっぱいあるよ。いきますね。はい、どうぞ。赤できますね。地味に揺らしてくれるんですね、振動で。それやっぱこう。あ、うーい。あ、だいぶ今下がってきてる。摩擦が減ってるから。何番ですか。4番。30秒間自分を褒めてください。いやもうこんなの30秒って結構長いですよ。同じこと2回言ったらもう1本引くっていう。いや、でも長いな。30秒間ですね。はい、わかりました。いきましょう。はい、じゃあ30秒よーい、スタート。かわいい。めっちゃ絵を描くのが好きだね。しかも結構素敵な絵を描くよね。あるな。うーんとね、そうだね、あとはね、お酒もたくさん飲めるね、偉いね。ね、見た目によらずってよく言われるけどさ、そこも結構ギャップがあっていいよね。お前最近ずるいな。かわいいでだいぶ撮ったけど。たっぷり使わせていただきました。かわいいには自信があると。よく言われる。でも自分からはそう思ってないですよ。よく言われるなって。人
言っただけですから、でもね、今まで弾いた中で一番嫌だったよ。やっぱそうですよね。嫌だ。弾かないかな、大中さん。あの人がまだあるかもしれない。そうですよ、次ですよ。うわー、なんだろうなぁ、行きましょう。はい、黄色きました、一番細いやつですね。細いのはダメージは小さいですね。ダメージ小さい。一回触ったらもうダメです、ね。あっ、大丈夫です。少し触ったらプレッシャーを選ぶと引く瞬間にプレッシャーをかけていきます。さあ何かかけて、はい、番号しかペコです。また2番なんだけど、また2番なんだっけ。座右の銘なんですよ。座右の銘はいくつあっても困りません。いい声でお願いするんで、はい、宮島さんの座右の銘、いい声でどうぞ。どうして徳トレ。おー、これは名言でございます。名言なんで今の。あ、なると思う。なると思います。わかる気がします。はい。ちょっと待って。なんとなく言ったのに俺っぽいみたいになるのすごい。どうして得取りわかる気がする。わかる気がするの。うん。なんかその身を削ることでいい結果をちゃんと出してる感じがする。あ、そのあ、まさにこの瞬間がですか。うん。この瞬間。お前がな。他でもね。よし、それっぽいデータ。いきまーす。お、青色。この辺は。こうやってね、割るのか。やっぱ青危ういですね。すげえ、さっき最初と形が変わった。番号はいかほどでしょうか。1。また。なんで同じしか出ないんだよ。なんでだよ。なんで気づいたのだこれ。ケンシロウはいかがでしょうか。奥との件でございます。やったことはないですね。では行きましょう。福島さんのものまで天使を。おーたた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 たお前はもう死んでいる。イエーイ、いただきました。え、これもういんだけど、クオリティ高いですね。やった。もういんだけど、なかなかそのあたたたたたたたのあの高音難しいなって僕前から思ってて。久米さん、すいません。いや、でもやっぱり変な汗出る。いや、モノマネってそうですよね。普段やってないから。じゃあ行きますね。はい、黄色。黄色。これ一回崩れてくれたらいいんだ。そうですよね。これみんなオリジナルルールこれやった方がいいよ、この番号書いて。そう。うわ、黄色いですね。すげえ斜めだ。1番が来ました。あ、まだあった。まだありました。まだありましたね。これ結構入ってんな、さては。じゃあなんかありますか。何がいいかな。じゃあ悟空のアイデンティティさんの方で、はい、モノマネのモノマネ、モノマネのそれはもう野沢さんを真似てるじゃん。野沢さんじゃあお願いします。おし、ほら悟空てめえぶっ壊すぞ。いや、そういうこと言わないよ。あれ、でもあれですよね。よくおっしゃってます。思い出もこう的を置いてるの。なんだろうね、今のも良かったよ。一度もやったことなかったですよ。いやー、すごいよ。おーい、意外といける。しかも番号なし。やったー。やばいですよ。赤を忘れるのやばいですよ。意外と持つもんなんだな、俺。お前すごいとこ行ったな。わわわ、すごいすごい。これで崩れなかったらすごくないですか。すごい、チャレンジャーだね。うえぇ、どうだ。5番です。何ですか。これからずっと語尾にニャンをつけ続けます。いいなぁ。いいなぁ、いいなぁ。合法的に、語尾だなぁ。羨ましいなぁ。合法的に当たってる。ヘアの可愛さが際立っちゃうんだよ。わざわざ声作るんだよ。通常でもいいんだよ。全然やる気あるじゃねえか。そんなことないニャン。やる気ないニャン。大中にお願いします。大中にいきますよ。お願いするニャン。投げるにゃん。自発的に青きたー。青きたー。ふっといの。いやー、わかるにゃん。マジでごめんにゃん。結局みんな言ってない。あ、これがチャンス。あー、いや。お、待ってよ、もう掴んだから離せないにゃん。待って、待って、待って、いけ、いけ。いやー、わー、全然来たー。なんですかにゃん。まだあったよ。何ですかにゃん。まだあったよ。1番が1番多いです。1番まだあったよ。大丈夫さん、大丈夫さん、キャベツの話してください。キャベツ。キャベツの話。おいらの
ベジーンで何は健やかになるぜ。なんでありがとうございます。お前の方が良かったよ。ありがとうございます。お前の方が良かった。なんだ今のは。よくわからないキャラクターが生まれましたね。新しいキャラクター。お腹も健康です。うわぁ、よし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 。中心部にあるのもいいんじゃないですか。お悩みとか。あぁお悩みとか。あぁもうこれは残り個数でしょ、もはや。これ負けた人は1から全部やるってやつ。つらっ。だったらスタジオ代出すから帰らせてもらって。あー残念。はい、というわけでスティッキーをやらせていただきました。いかがでしたか。すごいスリルがある。あるですね。これもうみんなもこの番号書いて罰ゲームやった方がいいんやん。エイトロケーム盛り上がるんやん。聞いてないのにやってくれてるんやん。アクセル1なのに猫だにゃん。あ、ダメだわ。というわけで皆さん、はい、ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。